認定特集です、はい、世界最短記録に臨むプロセーラーの続報をお送りいたします、うん、取材してくれたのは一ノ瀬ひとみさんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。民テレ特派員の一ノ瀬ひとみです、うん、先日から民テレで紹介しているプロセーラー西村和弘さんがなんとヨット太平洋横断世界最短記録を見事樹立しました。おめでとうございます。すごいよ、すごいよ。それではその感動のゴールシーンを皆さんにご覧いただきましょう。どうぞ。いいね今日のマタニティひどい。金沢区の横浜ベイサイドマリーナ沖、緑に点滅しているのがゴールラインです。4月27日夜10時20分ごろ、見事太平洋横断世界最短記録樹立、サンフランシスコ横浜間8900キロを14日と22時間40分で横断、今までの記録をおよそ5日間も短縮しました。いやすごいですね。拍手してください。すごい、かっこいい、はい、お越しいただきました。おめでとうございます。素敵でしたね。あれですか、あのこの長い旅をやっててどのぐらいなお気持ちでされたんですか。これ僕にとって2回目の太平洋断なんですけど、1回目がね40日ぐらいかかったんですね。で今回14日間、ですのでもう全然長いっていう気は全然しなくて、本当に楽しいばっかりで、ちょっと言ってみたいですね。もう言ってみたいですよね。僕にとって2回目の太平洋。いやかっこいい。言ったことないですね。広いですね。わかりました。あのそれでですね、西村さんがその挑戦の様子をこちらのカメラに撮ってきてくれたので、その様子を見ながら、すごい、はい、紹介していきましょう。見てみよう、見てみよう。どうぞ。あ、すごい。これは出発したね。そうですね、あのサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジをくぐるところですね、はい、でも出発した時からこれはいけるなって思ってます。いや出発した時は風がなくてね、はい、結構大変なことになるかなと思ったんですけど、2日目からいい風が吹き始めて、旅の途中で一番辛かったことはありますか。辛かったことほとんどないんですけど、はい、大変だったことも、まあ、最初の頃の便秘ですかね、はい、あ、食べ物が違うから。そうですね、はい、そういうこともあるのか。それが治ってからも本当に楽しくて、はい、太平洋のそのど真ん中が毎日どういうんですか。こんな感じで毎食、毎日1日4食かな、全部で11人、はい、これ結構、そうですね、正直喧嘩もしますよねこれ。それがね、皆さんっていうか、今回乗ったフランスの特製だとか、そういうこともなく大丈夫なんですか。はい、はあ、あー、いいわ。実はチームワークだって大事ですね、すごく。これ小鳥、これ海鳥なんですけど、はい、疲れて休んでるんですね。じゃあ勝手に懐いてきちゃったはぁ、あ、てるかな。これ何日目、これいつですか。うん、かっこいい。はい、そういうことで。すごいですね、貴重な本当に映像で。はい、え、女性も乗ってたんですか、あれは。え、あの中には女性も。いえいえ、全部男性だけ。いえいえってことでもないんですけど、今回は男性だけです、ね、はい、日本人の方って少ないですよね。西村さん、一人。そうですね、僕だけです。心細くなかったですか。え、フランス語僕全然できないんですけど、僕の他はみんなフランス人なんですけど。でも大丈夫だったんですか。はい、みんなで英語と日本語とフランス語で、すごくかっこいいですね、はい、ねえ、本当にね、この記録が一気に縮まったのは何か理由があるんですか。まずは船が今までより大きい船だっていうことと、あとその乗組員がやっぱり世界トップクラスのセーラーですよね。で、まあ、彼らがうまいということもあるし、まあ、僕はそれに選ばれて、航海終わる頃に次もまた一緒に乗ろうって言ってもらったんです。ああ、すごい。個人的にはだから記録そのものよりもその日本人セーラーの力を認めてもらったっていうことの方がすごく嬉しいです。素晴らしいですね。いい話ですね。
いい話ですね。せっかくね、何かご質問されたい方いらっしゃいますか。サンフランシスコとですか。あ、すいません。サンフランシスコと横浜っていうのはなんか規定航路なんですか、あれは。そうなんです。太平洋横断の記録っていうのは、サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジの海側の端から、横浜のベイサイドマリーナの沖っていうのが公式のコースなんですね、はい、太平洋横断の記録に挑む船は必ずそのコースを通らなきゃいけない、はい、なんでそんな規定航路なんて質問できないんですか。いやいや、っていうことはもしもっと風が強ければ、うん、もうちょっといい記録が出たってことですよね。そうですね、日本に近づくまではすごいいいペースで進んでまして、うん、日本近海に来て2日ベタな、なぎっていうか、うん、その風がなかったんですね、うん、それがなければ12日ぐらいでもしかしたら、うん、次はまたぜひそういうことに挑戦してみたいと思います、うん、もう早速次がもう見えてらっしゃるんですね。そうですね、次は実は7月に、はい、今度は日本艇で日本人クルーだけで、うん、すごいすごい記録に挑戦してる。これすごいですね。スーパーアグリフォーミュラー1みたいなもんですよ、はい、形が違う。まあちょっとね、場所が違います、ね、全部日本だけで。そうですね、はいはい、いいねこれ。ですね、特にあるんですが、はい、私すごい船が弱くていつも船酔いしちゃうんですね、うん、それで長い船旅で船酔いしないコツがあったら教えてください。聞きたいですね。船酔いする人結構いるんですけど、はい、2日我慢すると治ります。ですね、こう普通に僕たち乗せてもらえないんですか ね、 ね、そうちょっと長いのは無理かもしれないですけど、はい、この横浜の沖とかそういうのは皆さん行きたい、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 ぜひそれよろしくお願いします。じゃあぜひ企画してください、ね、はい、ぜひじゃあ夏の花火大会船一層お願いします。いいですね、決まった決まった。いいですね、もうぜひよろしくお願いいたします。こちらこそ本当にね、長いね、はい、旅本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。世界最短記録おめでとうございました。プロセーラーの西村和弘さんでした。いや、すごかった。